け東空ーー YouTube グランパンパースです。 ザ・ファーストそれからで始まってあの日のザ・ファーストでランクン特集がありましたねランクン特集といっても過言ではない日だったと思いますはいそしてそのね同じ日にラン君がモデルをやっているマンスリーモデルとしてやっている雑誌の方もあの発売されたりとかしているしあのそういった意味で本当にラン君一色の日でランクンファンには嬉しかっただろうなっていうふうに思うしあとはあれですねランレイのあのケミというかランレイファンの方にとっても嬉しかったんじゃないかなって思います もうねこれでもかっていうぐらいに未公開シーンも含めて乱霊のシーンがありましてねいやこれも乱霊供給待ってた人はありがとうございますだったんじゃないかなっていう風にね思いますよいや本当ねだからよく分かってくださっている、うん、BMSG もねあのスッキリさんの方もフールーさんもね、まあ、フールーさんっていうか作ったのは BMSG だろうけれども分かってくれていらっしゃるねいや本当に ね、あの、なんか、ランファン、ランクンファンもそうだけど、レイちゃんファンの方にとっても、あの、レイちゃんがすごい映ってくれたし、なんか、やっぱり、ランクン特集だったけど、レイちゃん特集だったっけみたいなぐらいな感じで、レイ君も出てきたし、 またあのね、いい感じでしたね、この二人のやりとりっていうのがね。うん。で、あの、フールーの方を見ていらっしゃらない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、そうですね。じゃあまあ一応ね、フールーの内容を話すので、一応アイキャッチを入れさせてもらいますので、あの、そこからあの、先は内容に触れさせていただきます。それではアイキャッチどうぞ。 はい。というわけでね、あの、昨日ね、あの、仕事終わりまして、あの日のザファースト。ザファーストそれからを、スッキリのテレビのやつを見てから、あの日のザファーストですね。 でやっぱりあの一番最初のねあの二次審査の時のスカイハイさんがね東京でお待ちしてますみたいなところの話でその後スカイハイさんがスタッフさんからこうね「あのあの社長はあまり言わない方がそういうこと言わない方がいいみたいです」みたいなことのところのやつもあったけどあそこが実はね「ザファーストそもそもの,あのこのプロデューサースカイハイさんはやっぱり他のプロデューサーとは違う人だなっていう風にちょっとそこで、ね、あの思ったのがそうだったんですよね。 で、関係性としてもあスタッフが社,社長にこういうことを言えるあのフレンドリーな関係性の会社なんだなっていうふうに思ってまだあの当時はあの全然ザ・ファーストって盛り上がっていなかったんですけどでもこれはねこの会社押せるかもしれないっていうふうに思った記憶があるんですよ。まあ、実際ねその後あの私の想像してた10倍以上の,あの盛り上がりを見せてくれて全くもって今,今まだに嬉しい限りなんですがまあ ラン君ですね、まあ。ラン君に関しては一番最初の時からやっぱり花があったっていうのは見るからに分かりましたよね。で当時としてはあのちょっとケイ君に似てるなって思ったんですね。ケイくんっていうのはアイランドっていうオーディション番組がねあったんですけどもそちらの方で私が推していた子だったりしたんですけどね髪型とかの関係なのがちょっと目,目のねその目,目のその感じとかそういうところだったりしたんだけど。 でやっぱダンスも、ね、上手いしでポッピンをねあそうそうあの日の「ザファーストの方で、あのー、ラン君は結局、あのーこうね、ポップダンスをやるための筋肉が最初ついてる状態だったところがあったからもちろんその最初の審査の時もポッピンを踊っていたわけですけどあれもね ポップダンスの好きな人にとってはすごいねいいなと思いますし今回だからラン君のポッピンがねあの見れるっていう形だったからすごいそれも貴重な映像で残るんじゃないかなっていうあの今多分ラン君はポップダンスを踊るのではなくアーティストとかそっちの方の筋肉体の作り方をしているから多分ポップダンスを踊るっていうことに関しては昔ほどその集中していないとは思うのでだからあの、やっぱりそのポップダンスが見れるっていうのは嬉しいんじゃないかなっていうふうに思いますねまあザ・ファーストの中で もね、そのポッピンで必要な筋肉を落としてシュッとした感じにしたっていうのも言ってたしそうしたらねもともとイケメンだったけれどもねらにイケメン度が増していったっていうところでラン君の,そのビジュアルやばいっていう感じのビジュアル超いいっていうところの話もそこでさらに盛り上がっていったその感じを SNS 上で覚えてはいるんですよね。確かににねあのそうだったんで本当に であの王者の風格っていう話がねあの舞台でもね一番最初に出てきてビビったんだけどもそうなんですよねなんかラン君って本当に王者キングなんですよねでもそれをスカイハイさんってパッと見でしかもリモートというかそのまあパソコンの画面越しで見た状態だったじゃないですかあの時はね東京の震災以外はスカイハイさんご自身いなかったのでねその場にはねでその時点で王者の風格っていうのを感じたっていうのはさすがだなというふうに思いましたね そう、なんかあの、ラン君のその、こう甘いマスク、甘いマスクって言い方古いかな。その、甘いマスク、甘いマスク、イケメンの感じのあれって、なんかプリンス、王子様かなっていう感じで思ったりもすることもあるんだけど、なんかね、どっちかっていうと、やっぱりね、若い王なんですよね。あの、ヤングキングというかね。 ヤン,グングヤングキングっていうと急になんか漫画雑誌っぽくなるなあのキングダムっていうあのアニメありますけれども漫画のやつありますけどまあ真の始皇帝のねあの話だったりするけどまあえっと真王永世ですねあの若く頃の永世でまあ挑発のイケメンの若い王なんだけどその感じに似てますねあの永世からはそのあれは完全にプリンスではなくてもう生まれながらのキングね王、まあ、皇帝ですけどねそういう感じになるんだけどラン君はやっぱプリンスではなくて若いキングなんですよねその辺の辺ことを本当に 思うっていういかオーラっていうものの違いっていうかその辺は本当にところどころ出てくるし途中であの結局あのクリエイティブ審査のとこからスランプになったりとかそういう苦悩とかそういったものそういったものもあの結構本当に。 ダイレクトに出ししてくれるし結構だからラン君っていうのは見た目がクールな感じがするんだけど実はすごい熱い男だっていうのはわかるじゃないですかで感情も何だったら本当に結構前面にあの出している人だなっていうのがあってそこのところの違いというかただ本来その王というか、まあ、王というのは実際には実際のところの王に関しては、まあ、政治だったりとか国民がたくさんいてそこを統治する立場っていうところがあるので。 感情がすごい出て本人も苦悩をしてそれで苦しんでそれで王になるっていうのがあの本来の王だじゃないかなって思うんですよねあのラン君はキング王だけれども王者だけれども最初から王冠に座ってあのそのままあの何も順風満帆にやってきた王様ではないんですよねあのみんなと一緒に苦しんでなんだったら自分が一番苦しいんでそれであのあの泣いたりも怒ったりもしてそれで自分に対して葛藤もしてあの僕は俺は本当にあのこのあのやってる ことが正しいのかっていう風な葛藤をしてその上で成り立っていくのがやっぱり王者なんですよねだからきっとラン君に関してはまあ あの、オーラっていうものは今でもあるけれども、今後、舞台もそうだし、モデルもそうだし、いろんな経験積んでいくことで、その本来の王としての、あの、素質というのがさらにどんどん覚醒されていって、で、全方位からいろんな感性が出せる。で、表現力も、舞台で培ったやつとかもあって、ダンスや歌の表現力に関しても、ライブでやるときも、絶対に、あの、ラン君本人の、ラン君にしか出せない色っていうものが出てくる。で、やはりその、トレーニングの状態で、主演を張っていくっていうこと、しかも、 便宜経験がなななないい状態ででやるっていうのははなかなかこれはないこれとでしかも全公演ソールドアウトっていう素晴らしい結果を残したとそして江添さん含め皆さん本当にあのラン君を座長としてあの江添さんに関しては前動画でもあの言わせていただきましたが蘭ちゃんがあの座長で本当に良かったラン君じゃないとダメだったんだよっていうことをあの、ね、言ってくださってまして。 結局だからラン君より皆さん年上だったりするわけですよね。あのだからそういう人たちをそのラン君っていう一人の存在があのまとめ上げる。これって本当に王様だと思いますよね。 例えば、あの、舞台に関しても、あの、ジャニーズジュニアで長い間人気メンバーでずっとやっていらっしゃった、メイドっていうグループでやっていらっしゃった稲葉ひかるさんであったりとか、山口監督も相当すごい演出家だっていうところもあったりするし、ベテラン俳優勢、ベテラン女優勢の方々も含めて、舞台俳優の人たちもベテラン勢とか、経験の多い人たちがやっぱりたくさんいたわけですよ。だから、多分村松健太君と安藤優君とあのラン君に関しては、まあ、あの、初心者だったかもしれないけれども、他の人たち、まあ、安藤優君にしても村松君にしてもやっぱりラン君は年上だったりします。 でそういうところも含めた上でのラン君をあれだけ本当にみんな座長として本当に最初心配でしたからね私たちとしてもね一番最初で一番最初で座長とか本当に大丈夫なのかなっていう風に思ったけど何の心配もなかったですもんねでスカイハイさんも甲高い笑いで笑っていたという話もね言ってましたしいや素晴らしいなっていう風に思いますよだから本当にあの 涼紀、まあ、君たちもね言ってたけれどもそのラン君がだんだんその審査が進んでいくごとにスカイハイさんが言ってた王者の風格っていうものが多分ラン君本人も分かってきているしあの自分たちもあの周りの人間も分かってきているっていうところがあったというところですよ。 やっぱり、シャイニングワンの時の最後のラン君のね、センターのところとか、本当にあれはすごかったって思うし、やっぱそれがあったから、当時のね、その BE:FIRST のメンバーのとかにラン君が入らなかったことに関しては、やっぱり一部では結構ね、その、なんていうか、ちょっとね、あれかけたりもしたっていうのは、でもそれはラン君のキング、王者の風格っていうものがあるからっていうね、そこの部分があったからそうなったんだろうと。ただ、やっぱ BMSG もスカイハイさんもさすがだなって思うところが、ラン君を他の場所に、あのね、もし他の 芸能事務所とかが雇っってしまったらおそらくはラン君ほどの実力者ですからいろんな事務所がおそらくは取りたいと思ったと思うんだけれどもまあるい君の時もそうだしレイ君もそうだし翔太君もそうなんだけどあのやっぱラン君をあの守るためにっていう部分であのスカイハイさんがねそこで BMSG でトレーニーとして。 でも、それでも、あの、もしかしたらビーファーストのそういうものになってしまうんじゃないかなっていうふうに心配もしていた人もいました。でも、実際にはラン君本人も言ってましたが、もうビーファーストとは違う道で自分の道を進んでいくっていうことの覚悟もできたというふうに言っておりますし、実際本当にね、舞台主演から含めて、もうラン君はだからビーファーストとあの別のところで、あの、同じぐらいでこうね、すごい、どんどん行っている、進んでいるような感じがするぐらいに、ラン君の活躍とか人気とか、そういう注目度っていうのは高いわけですよね。 自分にしかできないことがあるだろうからっていうところでそういったところもなんかそれ自その言葉自体にも私自身も救われたことがある私もいろいろと、まあ、おっさんではあるけれども葛藤もしてるし悩みもしているしいろんなあの嫌な思いとかもやっぱりするわけですよねまあ一応職場とかに一応行ってる人間だったりするんでねまあそういうのも含めてあの自分しかできないことっていうのを自分も自分のアイデンティティに悩むことが多くてでもそれをラン君のそのザ・ファーストの番組の中のああの日のザ・ファーストの番組の中で語っていた 彼の,あの,あのラン君自身の僕にしかできないことがあると思うっていうのとあのそれをやっていく自信もあるっていうかオーラもきっとあると思うでみたいな感じのところそこの部分が本当に救われましたし、まあ、私も一人で迷っているク草であるからしてそのねあの聡明なキングであるラン君がこの迷いク草のおじさんを救っ,救ってくれたんだなというふうに思いましてね。 ラン王,王様にこうね、併服したいぐらいな、卵黄ってなんかいいですね、今自分で言ったけどね。<laughs> はい、あの、オタク独有の早口になりかけていたので、一旦ペースを戻しますけれども、まあ、とにかくね、あの本当に蘭君に関して、王者の風格っていうのを、本当に改めて理解できたし、やっぱ覚悟を決められたっていうところを、すぐに思えるっていうのを、それがやはりあの、まだ若干19歳でできるっていうところね。 多分1個前に開げてる天君に関してもそうだけれども、さすがスカイハイさんのところの子たちだなというふうに思います。というわけでもうあの、覚悟も決めたというふうに言ってますので、あの、乱君推しの方、まあ、レ霊推しの方もそうだけどね、ラ乱君推しの方は特にね、もう今後本当に安心してラン君を推していけるんじゃないのかなっていうふうな気がいたしましてね、私も安心しました。はい。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。